主要課題は日本の財務官僚。2017年12月より日本政策金融控股代表取締役総裁。東京都出身。父は東京消防庁に勤務していた消防士。東京学芸大学附属小金井中学校、東京学芸大学附属高等学校を経て、1974年4月東京大学に入学。大学時代は。 剣道部に所属。剣道に打ち込むあまり留年し、1979年、東京大学法学部、第二類卒業。同年、大倉省入省。1984年7月鉱山税務省長。1993年7月死刑局死刑官補佐。2000年7月死刑局死刑官。2002年8月財務省理財局。 財政党有志総括課長に就任。政策金融のあり方などを担う。2003年7月11日大臣官房秘書課長。2006年9月26日、第一次安倍内閣の内閣総理大臣秘書官。その後は大臣官房参事官、大臣官房審議官、国税庁次長、理財局長などを歴任し、2012年8月17日に、 主税局長に就任。2014年7月4日には、主計局長に就任。2015年7月7日、財務事務次官。2016年6月17日、大官。10月1日、東京会場、日動火災保険株式会社顧問。2017年12月22日、日本政策金融公庫総裁に就任する人事が、閣議了解される。 12月25日、臨時株主総会後の取締役会で就任。内閣総理大臣、安倍晋三の信頼が厚く、主税局長時代である、第2次安倍内閣では、法人税実効税率引き下げなどの財政政策に尽力した。財務大臣、麻生太郎からは、経済再生と財政健全化の両立という重要課題に的確に対応できると評された。 ありがとうございます。